妊娠中の女優パクシネが近況を伝えた。パクシネは12日、SNS で唐辛子ツナ缶を少し開けておいておいた合間にとし、あなたが食べるツナじゃないよ、ツナ泥棒よ、落ちないらあ油のチークして、風という書き込みを残した。続いて幸い嘔吐をするなど症状はなかった、と付け加えた。ツナ缶をこっそり食べたパクシネの猫の姿が目を引く。口の周辺にはラー油がついていて笑いを誘う。愛らしいビジュアルと、まるでミスに気づいているような表情が印象的だ。パクシネは今月22日に俳優チェテジュンと結婚する。二人は同じ大学の演劇映画科の先輩後輩関係として交流を深め、2017年の年末から交際を続けてきた。昨年11月の結婚発表と同時に妊娠の知らせまで伝えて、話題を集めた。俳優キムドンヒ、校内暴力について認めて謝罪。シュガスポティファイでブルーベリーアイズなどコラボ曲計8曲で計5億ストリーミング突破。AOA 出身自民、1、12で FNC エンターテインメントとの専属契約終了。